アーサー王像、アーサー王物語、またはアーサー王伝説とは中世の騎士道物語。現在、アーサー王物語として一般に知られているのは中世後期に完成し、トマス・マロリーがまとめたアーサー王を中心とする騎士道物語群である。これは大きく4つの部分に分けることができる。詳細はアーサー王伝説に登場する 人物一覧を参照。作品により、名前や血縁関係が多少異なる。アーサー・オー・ブリテンの王。マーリン・アーサーを補佐し、導く魔術師。グイネビア・アーサーの王妃。ランスロットとの禁断の恋で有名。ビビアン・マーリンの愛人にして弟子。モルゴース・アーサー王のイフアネモーガン・ルフェイヨーキアーサー・王のイフアネ アーサー王と円卓の騎士アーサー王に仕えた精鋭の騎士たち。おのおの魔法の円卓に席を持つ。席の総数、構成員は作品によって異なる。ランスロット子の騎士。この世で最も誉れ高き最高の騎士。ガウェイン・モルゴースの息子でアーサーの甥。い。トリスタン・アイルランド・オーマルクのおい。リュウタイジやイズートの恋で有名。 ガラハット・ランスロットとカーボネックのエレインの息子。聖杯の騎士の一人、パーシバル・ペリノア王の息子。聖杯の騎士の一人、ボールス・ボールズ王の息子で、ボールス王を特別するために、ボールス教と呼ばれる。聖杯の騎士の一人、童貞を守っていたため、聖杯に到達できたと説明されている。モルドレット・ガウェインのイフテー。王位の三奪を企み、アーサーと戦う。 コンスタンティン・コーンウォールの稼働教の息子、アーザーの死後コンスタンティン三世として、ブリテン王に即位。ベディビア・アーザー王の出事、アーザーの死後エクスカリバーを湖に返した。アーザー王も3章5世紀末に、サクソン人を撃退したとされる英雄アーサーは、ブリトン人の間で古くから伝説として、語り継がれてきた。アーザーの直系の子孫である、ウェールズ人が残した、 マビノギオンはそれを現代に伝える、ほぼ唯一の資料であり、華やかな騎士道ロマンスに彩られる前の比較的古い状態のアーサー王伝説を見ることができる。アーサーの生涯が初めてまとまった形を取ったのは、1136年頃、ウェールズ人ジェフリー・オブ・モンマスが書いたブリタニア列王詩においてである。ブリタニア列王詩は歴史書の体裁をとっているものの、 非現実的な部分が多くを占めており、今日の伝説上の人物としてのアーサー王のイメージはここから始まると言ってよい。以降、彼の作品とそれをもとにした、アングロイコールノールマンの詩人ウアースのブル物語、それに、ウェールズ人と共通の文化を有するブルターニュのブルトン人などを経由して、アーサーの伝説は、西ヨーロッパ全体に伝播してゆく。円卓の騎士及び、 聖杯伝説も参照騎士道が花開く中世後半になると、アーサー王伝説は、シャルル・マーニュやアレクサンドロス三世と並んで、ブルターニュものと呼ばれる騎士道文学の題材となり、フランスを中心に各地で様々な絵本やロマンスが作られた。その過程で本来関係がなかったエピソードが、円卓の騎士の物語として徐々に組み込まれていった。ランスロットや湖の乙女、 トリスタンとイゾルで、パーシバル、ガラハット、聖杯探求、石に刺さった、剣、円エンタク、キャメロットなどといった人物やモチーフは、この時期に導入されたものである。この時代の優れた作品に、クレティアンド・トロアの、ランスロ、あるいは荷車の騎士、ドイツのボルフラム・フォン・エッシェンバッハの、パルツェバル、ゴットフリート・フォン・シュトラスブルクの、トリスタン、イングランドの、 ガウェイン教と緑の騎士などがあり、これらは中世文学を代表する俗語作品として高く評価されている。このようにして制作された各種ロマンスは、ランスロイコール聖杯サイクルやコーキルフ本サイクルなどの統一性を持った三文作品群にまとめられていった。1470年にウェールズ出身の騎士トマス・マロリーがこれらを使用して書き上げたアーサー・オーの詩は、 その決定版と言うべきもので、現在は、マロリーの作品が、アーサー王物語を代表する作品となっている。この作品は15世紀末の出版業者、ウィリアム・キャクストンの手ニ騎士道文学の衰退とともに反ヨーロッパ的な、人気は衰えたが、ロマン主義の時代になると、イギリスの愛国主義のモチーフとして好まれ、アルフレッド・テニスンの国王牧歌などが書かれた。 第二次世界大戦以降、ファンタジーの復権とともに、再び注目されるようになり、現在でも、小説や映画、ドラマなど多様なメディアで、アーサー王物語が作られ続けている。アーサー王をはじめとする伝説の多くは、従来はケルトに由来するというのが有力な説であった。しかし近年では、国会東岸のオセット人のナルトジョジ氏と共通の、 期限を持つという説が注目されている。この説で特に注意されているうちの一つは、アーサー・王の死と、ナルト・ジョジ氏の大英雄バトラズの死との間に、顕著なルジが認められることである。アーサー・王は、死の直前、ベディビアに湖に、エクスカリバーを投げ込む、よう指示する。しかし、ベディビアは、エクスカリバーの美しさに見とれて、湖に投げ込んだと嘘をつく。しかし、 アーサー・王は、奇跡が起きないことを理由にその嘘を見抜き、仕方なく、ベディビアは、剣を湖に投げ入れる。一方のバトラズも、死の直前、ナルトたちに、自分の真剣を海に投げ込むよう命じる。しかしその剣のあまりの重さゆえに、ナルトたちが海に投げ入れたと嘘をつくと、やはり何の奇跡も起きていないことを理由にその嘘を、見抜き、ナルトたちは仕方なく、剣を海に投げ込む。 奇跡の内容など違いもあるが、物語の構成に類似が保存されている、と論じられている。アーサー・オーに関する書籍の一覧解説書、研究書、参照国際、アーサー・オー学会1948年に、アーサー・オー文学の研究者、ジャンフラピエ、ウジェーヌ・ビナーバ、ドミニカレ・ゲラが中心となり、パリ大学を本拠として創設された、研究団体。イギリス。 ドイツなどの西ヨーロッパのみならず、日本を含む世界各国に支部がある。アーサー・王に関する書籍の一覧及びアーサー・王に関する作品一覧を参照2015年にパリで初演のミュージカル作品。日本では宝塚歌劇団月組選抜メンバーにより2016年10月14日から10月19日に文京シビックホール。 同年10月28日から11月9日にシアタードラマシティで公演。巡職、演出は、石田雅也、主演は、玉木良、愛綺麗か。ありがとうございます。